半七捕物帳、帯取の池、岡本喜道。三、お徳の兄弟に土産の笹織を持たせて返して、半七はまだ妙ヶ谷に残っていた。やい、広松。犬も歩けば棒に当たるとはこのことだ。雑司ヶ谷へ来たのも無駄にはならねえ。かっぱ坂の手がかりが少しついたようだ。女中をちょいと呼んでくれ。松吉が手を鳴らすと、豊島の女中がすぐに顔を出した。どうもお構い申しませんで、すみません。何、少しお前に聞きたいことがある。元は市ヶ谷の質屋の番頭さんをしていたせんちゃんという人が、時々ここへ遊びに来やしねえかね。はあ、おいでになります。月に二、三度は来るだろう。よくご存知でございますね。いつも一人で来るかえ？と、半七は笑いながら聞いた。若い綺麗な娘と一緒にじゃねえか？女中は黙って笑っていた。しかし、だんだんに問い詰められて、彼女はこんなことを喋った。千次郎は三年ほど前から、毎月二、三度ずつ、その若い綺麗な娘と連れ立ってくる。昼間来ることもあれば、夕方に来ることもある。現に十日ほど前にも、千次郎が先に来て待っていると、昼頃になって娘が来て、日が暮れる頃、一緒に帰ったとのことであった。女中たちのいる前では二人とも恥ずかしそうな顔をしてちっとも口をきかないので、誰も今日までその娘の名を知らないと彼女は言った。10日ばかり前に来た時に、その娘は麻の端彫りの赤い帯を締めていなかったかね？と半七は聞いた。はあ、確かにそうでございましたよ。いや、ありがとう姉さん。いずれまたお礼に来るぜ。いくらか包んだものを女中にやって、半七は妙ヶ谷の角を出ると、松吉も後からついてきてささやいた。親分、なるほど、ちっと当たりがついてきたようですね。何しろその千次郎という野郎を引き上げなけりゃいけますね。そうだと半七もうなずいた。だが素人のことだ。いつまでどこに隠れてもいられめえ。ほとぼりの冷めた頃にはきっとブラブラ出てくるにちげえねえ。てめえはこれから新宿へ行って、その古着屋と師匠の家の近所を毎日見張っていろ。ようがす、きっと受け合いました。松吉に別れて、半七はまっすぐに神田へ帰ろうと思ったが、自分はまだ一度もその現場を見届けたことがないので、念のために帰りに市ヶ谷へ回ることにした。かっぱ坂下へ来た頃には春の日ももう暮れかかっていた。酒屋の裏へ入って、格子の外からお美代の家の様子を一応伺って、それから家主の酒屋を訪ねると、御用できた人だと聞いて帳場にいた家主も形を改めた。ご苦労様でございます。何かご用でございますか？この裏の娘の家には、その後何にも変わったことはありませんかね？ああ、今朝ほども長五郎親分が見えましたので、ちょいとお話をいたしておきましたが。長五郎というのは、四ツ谷からこの辺を縄張りにしている山の手の岡っ引きである。長五郎がもう手をつけているところへ割り込んで入るのも良くないと思ったが、せっかく来たものであるから、ともかくも聞くだけのことは聞いていこうと思った。長五郎にはどんな話をしなすったんだ？あのお美代は人に殺されたんじゃないんです。と亭主は言った。お袋もその当座は気が点灯しているもんですから、何にも気がつかなかったんですが、昨日の朝、長火鉢の真ん中の引き出しを開けようとすると、奥の方に何か仕えているようで素直に開かないんです。
変だと思って無理にこじ開けると、奥の方に何か書いた紙切れが挟まっていたので、引っ張り出して読んでみると、それが娘の書き置きなんです。走り書きの短い手紙で、読んどころないわけがあって死にますから、先立つ不幸は許してくださいというようなことが書いてあったので、お袋はまたびっくりして、すぐにその書き置きをつかんで、私のところへ飛んできました。娘の字は私も知っています。お袋も娘の書いたものに相違ないと言うんです。してみると、あのお美代は何か言うに言われない司祭があって、自分で首をくくって死んだものと見えます。そのことはとりあえず地震盤の方へもお届け申しておきましたが、今朝も長五郎親分が見えましたから、詳しく申し上げました。そりゃ案外なことになったね。そうして長五郎は何と言いましたえ？と半七は聞いた。親分も首をかしげていましたが、自滅じゃどうも仕方がないと。そうさ、自滅じゃ戦議にもならねえ。それからお美代が普段の行状などを少しばかり聞いて、半七はここを出た。しかし彼はまだ腑に落ちなかった。たとえお美代が自分で喉を閉めたとしても、誰がその死骸を行儀よく寝かしておいたのであろう。長五郎はどう考えているか知らないが、単に自滅というだけでこの事件をこのままに葬ってしまうのは、ちっと詮議が足りないように思われた。それにしても、お美代の書き置きが偽筆でない以上、彼が自殺を企てたのは事実である。若い女はなぜ自分で死に急ぎをしたのか。半七はその司祭をいろいろに考えた末に、ふと思いついたことがあった。彼はそのまま神田の家へ帰って松吉の便りを待っていると、それから5日目の昼過ぎに、松吉が決まりの悪そうな顔を出した。親分、どうもいけませんよ。あれから毎日張り込んでいるんですけれど、野郎は影も形も見せないんです。草履を履いたんじゃありますねえか。松吉の報告によると、その古着屋も師匠の家も、皆平屋の狭い間取りで、どこにも隠れているような場所がありそうもない。古着屋の店にもお袋が毎日座っている。師匠の家でも毎日稽古をしている。他には何も変わったことはないと言った。師匠の家じゃ相変わらず稽古をしているんだな。あそこの家の月ざらいはいつだ？と半七は聞いた。毎月20日だそうですが、今月は師匠が風邪をひいたとか言うんで休みましたよ。20日というと一昨日だな。と半七は少し考えた。あの師匠どんなものを食っている？魚屋も八百屋も出入りするんだろう。この 2,3 日の間どんなものを買った？それは松吉もいちいち調べていなかったが、自分の知っているだけのことを話した。そうして、おとといの昼には、近所のうなぎ屋に一人前の土壌鍋をあつらえた。昨日の昼には、魚屋に刺身を作らせたと言った。それだけのことが分かっていりゃ、申し分はねえじゃねえか。と、半七は叱るように言った。野郎は師匠の家に隠れているんだ。当たり前よ。いくら新宿をそばに控えているからといって、今時のバスへの稽古師匠が毎日天夜物を取ったり刺身を食ったり、そんなに贅沢ができるはずがねえ。可愛い男を忍ばしてあるから、巾着の底をはたいてせいぜいのご馳走をしているんだ。
おまけに毎月の書き入れにしている月ざらいさえも休んでいるというのが何よりの証拠だ。師匠の家にはおさらいの床があるだろう。師匠の家は4畳半と6畳の二間で、奥の横6畳に2軒の床があると松吉は言った。床の下は戸棚になっているのが普通である。その戸棚の中に男をかくまってあるものと半七は鑑定した。さあ、まずすぐ一緒に行こう。彼らは銭がなくなるとまた何をしでかすか分かったもんじゃねえ。二人は新宿の北浦へ行った。皆様こんばんは。こんばんは。スピッチ系リビングシアター、今回も無事にやってまいりました。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今回の作品ははい、はい、半七捕物帳帯取りの池その3でございました。はい、でございましたね。はい、はい、来ましたね3。いよいよ、はい、ちょっとね、真相に、はい、半七がほとんどたどり着いている。もうたどり着いてしまいました。一気に。そうなんですよ。はいはいはい、はいはい、きっとね、はい、関係しているものはここに隠れているはずだと、だということでね、はい、その人を捕まえに行くっていうところまでなんですけどね、はい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 、どうでしたか、うん、今回の展開は。いやいやいや、あの真相に迫ってましたね。半七さん、そう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 、いろいろとね、いろいろ考えましたね、半七さんもね。こう随分考えて考えている時間が結構ありましたね、うん、確かに、うん、そうですね。ああでもない、いやこうでもない、うん、いやああかな、ま、松吉、お前ちょっとなんかね、お前の知ってることを教えて言ってみろ、それだけ分かれば十分じゃねえかみたいなね。そう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 、そんなような流れで、そうそうそう、なんでそこまで分かっててお前分かんないんだよみたいなね、うん、感じでしたけれども、そんな感じでした。うん、うん、まああのそこのね、はい、最後の方で半七さんがその今のシーンね、単価、うん、を切るっていうところが半七雑感ね、はい、少し前にやりましたけれども、そこにも紹介されているということなんですけれども、はいはい、それまでの捕物帳とは違う、はいはい、このリズメで、リズメで、うん、犯人を炙り出していくというか、炙り出していく、うん、ただ単にね、うん、あいつ怪しいから捕まえちゃえ、うん、じゃなくて、うん、これこれこういう理由だからあいつが怪しいっていうような、こうね、推論に基づいて犯人をまあ捕まえるっていうところがね、うん、半七さんのやっぱ一つの特徴だということなんですね。そうだね、新しいね、新しい。だからね、今でもファンはいるじゃない。いますね。ね、で今こうの読んでも、うん、なんか別に古臭くないって。そう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 、今の面白いよね、今の話みたいな感じ、うん、しかもね、結局、うん、おみよさんは自殺だったっていうことが、うん、ここでわかるわけなんですよ。そうね、そう、うん、だからまあ彼女を殺した犯人っていうのはまあいなくて、はいはい、だけど何か事情を知っている、はい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 、ね、男がいるというので、 それを捕まえに行くっていうところで終わってるんですけど、ちょっとなかなか想像つかなくない？なんと彼女は自殺だったっていう。ああ、そっか、うん、またなんかさらっとしてたね。そうなの。な、先立つ不幸をお許しください、ではさようならみたいなさ。そうなの、だからね、うん、いや私こういう話を見るたびに思うのは、うん、昔は今よりも、うん、その死ぬということが身近にあったんだと思うんだよね、うん、そうだね、うん、だから、うん、まあしょうがないから私死にますみたいな、うん、そんなような書き置きでもう死んでしまうというね、うんうん、もうやっぱり今ではちょっと考えられないけれども、そうだね、うん、昔はもっとね、あの死がすごく日常の、うん、まあ、今よりも近いところにきっとあったんだろうなって、その辺はね、うん、思うんだけどね。結局話としては一応、まあ、殺人事件ではなかったっていうことがこの回でわかるわけです。だけどまだ謎は全部解けてないっていうことでね、うん、あの半七さんが、まあ、第4話までね、うん、こうその推理をね、うん、こうしていくっていうことになるんですけど、だからなかなか、なんていうのかな、その単純にこう誰かが殺された、うん、犯人は誰だ、うん、お前だな、うん、はい逮捕みたいな、うん、そういう単純な話じゃなくて、そこにいろんなこうね、あの人情であるとか、うん、実は
殺されたんじゃなくて自殺だったみたいなね、そういうものを織り込んでいくっていうのは、これはやっぱりその当時としてはね、相当斬新だったんじゃないかなと思うんだよ ね、まあ本当半七さんがね、まあ際立つお話でしたけど、はいはい、まあね、こうやって半七さんを見てきますと、はい、やっぱりいかにも半七さんかっこいいなっていうところはねありますけど、その探偵小説みたいなもので、うんうん、何でもいいんだけど過去読んだことがあるもので印象に残ってる探偵さんっている？いやあんまそんな読まない探偵推理物ってあんまり読まないそういうのあまり、うん、好き そんなに特に好きそうだ、ね、好きじゃないから、そうだね、そういうの読んだことないあんまり、そうだね、うんうん、いや私も別にそんなにすごくたくさん読んでいるのかというと、まあいわゆる探偵っていうね職業っていう人の話って意外と読んだことないのかなと思って、はいはい、でもちょっと考えた時に、はい、まあ、私のイメージに残ってるのは、はい、やっぱり明智小五郎さん、うんうん、なぜかというと、はい、やっぱテレビだね、テレビドラマの天達茂さんだっけ、そうそう、あのイメージがものすごく強くて、うん、怪しげなんだよね、うん、すごくさ、うん、こう赤とか紫とかのライトがさ、うん、こんなに乱れてさ、うん、ちょっとこう画面も全体に暗いし、そうそうそう、うん、なんかそれまでの普通のさ、こう犯人をこう刑事さんが追い詰めるみたいなそういうものじゃなくて、ちょっとこう怪しげな雰囲気が子供心にめちゃめちゃ印象に残ってて、そう考えた時に一番最初にこう印象に残ったのはそこだったんだよね、うん、そうだね、うん、それはまあなんか印象にあるところ見てた、まあ、見たことはあるって、ね、ああそうか、うん、当時はね、はい、2時間ドラマみたいなものが割とあった頃じゃないかしら、それがあるのってどうだろう、なんかそういうシリーズテレビドラマでなってなかったっけ、いやちょっと私少年探偵だみたいな、ああそう、なんか私が見た記憶があるのはそういうこうスペシャルもの、あ、うん、のまあだから連続してるんじゃなくて、はいはい、たまにやるみたいな、はははそういうのをまあ私は見た覚えがあるんだよね、うんうん、まあ、もしかしたらもっといろんなシリーズがねきっとあったのかもしれないんだけど、はいはい、だからまあそういうね探偵さん、はい、いろんな方いらっしゃると思うんですけど古いなと思いながらやっぱり明智小五郎かと思ってちょっと ね、 そうだね、うん、まあ時代なんだろうなと思いつつ、はいね、はい、小学生の頃は結構本もね、はい、そうそうそう、そうだね、忘れてたけど結構全集みたいのがあったじゃない、あった、ね、図書館に ね、 そ、 うだね、それをこう読んでたなーなんてね、はい、ちょっと思い出しましたけどね、はいはい、うん、まあやっぱりこうね半七さんもそうだし明智小五郎さんもそうだけど、やっぱかっこいいんだよね、そうね、探偵さんって基本的にね、そう、うん、そういうところにね、うん、私なんかはねこう頭を使っていろんなものをこう解決していくっていうね人にすごく憧れがあったのかもしれないなと思いますね、うん、そうだね、うん、だからこう推理とかミステリーものとか、うん、そういうのがなんか好きになったのかなって気がしますね、うん、なるほど、うん、ないものねだりだ、そういうことです、自分じゃできないからという感じでね、はい、いよいよ次回がね、はい、最終話でございますので、 いよいよ来ましたね、はいはい、まあ、結局、うん、千次郎はどんな風に、うん、お美代に関わっていたのかと、うん、お美代の死に関わっていたのかと、はいはい、いうことがね、はい、次回明らかになりますので、はいはいはい、ぜひね楽しみにしていただきたいなと思います、はい、どういう結末になるでしょうか、はい、はい、楽しみにしておきましょう、はい、はい、ではですねもう6月これで終わりです、そうですね、もう来月7月です、早いです、早いです、今年半年終わりました、はい、終わりましたあっという間でございますけども ね、はい、我々はまたあと残り半年、はい、頑張って作っていきますのでぜひぜひよろしくお願いいたします、お願いいたします、はい、では次は7月に入りますけども、はい、はい、7月にまたお会いいたしましょう、ではまた次回まで、さようなら。